鈴木です日本で大学までプレーして、その後、うん、Gのチームにもね練習参加してるんだよね。はい、結構しました。モンテディオ山形、ベガルタ仙台、ソニー仙台もまあ引っかからず、そうですね、全く見向きもされなかったですね。ベガルタ仙台の練習参加とか練習試合連れてってもらったんですよ。今のベガルタの監督がセカンドコーチだったんですよ。その人に、じゃあ光る後半出るから準備してる、で後半も出ずに、あ、じゃあ後半の20分、30分後ぐらいに出るのかなって、まあ、準備してたんですよ、アップして、よしと、ベガルタの練習着、練習着とかして、かっこいいなって、試合出れるように準備してね、みたいな感じで準備してたら、ピッピッピッと終わっちゃって、それきついな。練習参加で意気込んできたのに、うん、練習試合に出る、いや、そのぐらいもうじゃあ本当蚊帳の外だね、相手にされてなかった。語呂合わせみたいな感じで、うん、まあ、1週間練習に参加した時期はありましたけど、その結果がそれだったってことなんですね。そうですね。まあそこでじゃあ決まらず大学卒業します。はい、その後はどういう感じだったの？その後はもう亡くなっちゃったんですけど、仙台スポーツ学院で、まあ、本当どこもないんで、コーチングスタッフをさせてもらいながら自分で体を動かして、うん、まあでもここでじゃあサッカー一区切りつけて就職とかっていう風にはならなかった？いや、それが、うん、そうしようと思ったんですよ、ね。うん、大学卒業したちょっとぐらいまではまあ私はチームの試験とかテストとか受ければいけるだろう、なんかわかんない根拠のない自信みたいなのがあったんですよ、ね。うん、いや、まあ、大事だよ大事、うん、自分つてもなかったし、うん、そういうのが全然なかったから、まあ、あるわけないじゃないですかチームって。で、そうコーチングスタッフ6ヶ月ぐらい、7ヶ月ぐらい、もう半年もう何もない状態でもう終わったなと思ったんですよ、正直。まあ、親とかにもお前もう就活した方がいいんじゃないみたいな感じで言われて、そうなのかなと思って、でタウンワークでしたっけ、うんうんうん、仕事を斡旋してくれるコンビニとかに本あるやつ、もうオフィスに来ました。ハローワーク、うん、オフィスに来ました、うん、で登録して、でマジで就活2日ぐらいしたんですよ、うん、2日したんですよいや、その時にそれはでも大事だよ、これすごい運命的な出会いしたんですけど、ハローワークで、うん、ハローワーク1日目、まあ、登録して、ちょっと面談して、その人の名前をちょっと忘れちゃったんですけど、その人とのエピソードがあるんですけど、まあ、こういう風に席通して話して、で、あまりにも自分がサッカーの話ばっかりしてたらしくて、なんで自然と気づいてないけどね、出ちゃってたんだ。いやー、どうなんですかね、仕事ないんですかねみたいな感じで、まあ、サッカーの話した後に聞いたら、その人が、ネイシ君はね、多分ね、サッカーをやめない方がいいよ、この人になりきって言いますけど、こんな身だけど、仕事を斡旋しなきゃいけない立場だけど、ネイシ君はまだやめない方がいいと思う。正直、正直、鳥肌立っちゃった。サッカーやめてからでも、ネイシ君みたいな人は絶対に何かしら見つかると思う、うん、だから今はもうちょっとチャレンジしてみたらみたいな感じで言われたんですよ、うん、その時の本当なんかちょっと涙出そうになってきた俺。それが一番のきっかけではないですけど、うん、いやでもでかいね、でかかったし、うん、結局そのなんていうんですか、仕事斡旋してくれる人がそういう風に言うぐらい自分のまだ未練たらったらだったんだなっていうことを実感しましたね、その日は。もしね、はい、まあ光ももう、はい、その人の名前を覚えてないし、はい、だけどこのパルコビルのハローワークの方、もし見ていたらコメントください。グッドボタンとチャンネル登録、ここでも欲しがる。ハローワークで、ね、仕事を斡旋する人が斡旋せずに、今でも覚えてますか。そうでもあるよね、そういうさ、要所要所でさ、すごい大事な言葉とかさ、峰石君に教える仕事はないな、まだやめない方がいいよ。いいね、いろんな人を教えてきたけど、まだキラキラしてるもんみたいな。めっちゃ出てくるやん、めっちゃ出てくる、いい話が。これちょっとカットで、いやカットいい話カットさせていただきます、すいませんいい話カットで諦めないっていうのは決めて、何もないけどそのままコーチングスタッフを続けてたんですよ、うん、そしたら
監督の人の知り合いに伊藤ダンさんっているじゃないですか、うん、アジアの渡り鳥、アジアの渡り鳥、渡り鳥って言われてる、その人と知り合いっていうか、まあ大学の後輩で、うん、でサッカースクールを開いてくれて、うん、仙台の地方の子たち集めて学校のグラウンドでサッカー教室を開いてくれたんですよ。伊藤ダンさんの他に大友聡さんとか、うん、現役プロサッカー選手を連れてきてくれたんですよ。大友聡さんっていう人はどこでその当時プレーしてた？当時は、まあ、インドネシアとかタイとかマレーシアとか、もともとはベガルタ仙台すごい有名だったその選手を連れてきてくれて、でスクール終わった後になんかあるじゃないですか、打ち上げみたいな、うん、その時にまあどっちも東南アジア詳しかったんで、伊藤ダンスのコンサートです。でまあ自分は話を聞いてただけなんですけど、うん、大友聡さんが自分と同じフィリピンのハーフで、あ、そう、それ言ってなかったっすよね。峯岸ひかるくんはお母さんが、母がフィリピン人の、フィリピン人の父が日本人のミックス、ミックス、大友選手もフィリピンのミックス、うん、俺フィリピンリーグ挑戦するんだけどみたいな話になって、今フィリピンリーグが力入れてるみたいな話を聞いたらしくて、ああいう人たちって常にアンテナ張ってるから、ね、自分も横で聞いてて、あ、自分もフィリピンのファンですみたいな、うん、そしたらその佐藤さんも、じゃあお前も来るみたいな感じの話になって、で連絡先とか交換して、その時はそれで話終わったんですよ。でまあ自分もこれはチャンスだと思ってずっと連絡取ってたんですよ。連絡取ってたうちに、あ、そうだと思って、今現役フィリピン代表の佐藤大輔っていう後輩が、仙台大学の後輩が、そいつは1年、大学1年で辞めてフィリピンに渡ったやつがいて、あいつがいると連絡してみたんですよ。その彼が所属してた当時フィリピンのグローバル FC っていうチームに繋げてくれて、大友聡さんもそこのチームでトライアウト受けてて、お前も来るかみたいな感じになって行ったんですよ、トライアウト。2週間ぐらいトライアウトみたいな感じだったんですけど、行った瞬間に次の試合だからみたいなカップ戦があったんですよ、3週間ぐらい。もうそれに登録されてて、もう行く前から、なんだかよくわかんないですけど、もう土のグラウンドしか練習してきてない、めっちゃ押してくれて、その後輩が自分のことチケットを送ってくれたんですよ、それがもう明日のチケットで、明日じゃん、2日後のチケットで、ピュッてなって、いやいや、これどうしようどうしようどうしよう、いや行くしかないでしょ、もうチケットがあるから、とりあえず成田空港にチケットがあるからチケットあるからね、チケットがあるから、これなんだと思って、ありますから、せっかく釣れたし、一人で海外行ったことなかったし、そういう不安もありましたけど、不安の前にもチケットがあるから、行くしかない、行くしかない、行くしかねえっつって行ったら、グローバル FC のスタッフが自分をピックアップしてくれて、行ったのがもうグラウンド練習場、いきなり練習して、人工芝で結構はじげしめの練習して、足の裏とかも豆だらけになって、ずっと土でしかやってこなかったから、ね、スパイクも久しぶりに履いたなぐらい履いて、その週の週末に試合があったんですよ、それが公式戦だったみたいで、でももうメンバー登録されてると、 そこで俺を見て契約をするかしないかみたいな感じだったけど、後々聞いたんですけど、その試合で 0-0 の最後自分が1点決めて勝ったんですよ。お、素晴らしいね。じゃあそれで 1-0、 そう 1-0 です。それで 1-0 勝って契約に至ったんです。勝ち取ったね。2日後ぐらいにオフィス行って最初Vネックにナイキのなんかサンダルでオフィス行って、もう何を世間知らずの、サインするなんて分かってないでしょ。分かってないです、パッて行ったら、いやサインするからみたいな、サンダルと、サンダルとナイキのナイキのパチパチの短パンと V ネック。いや、いいな。でもいい思い出だね、それは。いい思い出です。それがじゃあその時初めてプロになったと。そうっす、初めて。1週間、2週間前までは土のグラウンドで子供たちにサッカーを教えてるだけだった状況だったのに、いきなりチケットがチームから送られてきて、2日後に飛びます、飛びました、いきなり練習して、でその週に試合で、その試合で点取って勝って契約。いや、素晴らしいね。でもなんかうまくいくときってそういう感じだよね。トントン拍子でした。そっからはそのグローバル FC っていうチームでは何年？3年間。一番活躍したのが2年目、
リーグの MVP になりました。素晴らしいね。フィリピンリーグ2年目で、2年目の MVP になりました。リーグ MVP。 当初外国人で外国のリーグで MVP になるのってなかなかいなかったらしいです。いや、いないでしょ。17試合17ゴール13アシストぐらいして、それなるだろうみたいな、それは MVP になるだろうみたいな、なるわ。すっごいなんか調子良かったんです、あるじゃないですか、その時期なんかすごい調子良かっただけっす、マジで。本当に実力なきゃそういう調子いいも来ないし、合ってたのかもしれないです。フィリピンのサッカーフィリピンのサッカーもチームメイトとも、すごいなんか仲いいチームだったんです。あ、いいね。楽しかったっす、やってて。必要とされてる感もあったし、2年目の、でも最初の方は全然結果出せなくて、やばい、これクビになるかなと思ってたぐらいで、2年目でまあ巻き返して、3年目 AFC カップ、その2年目優勝したの、リーグは2年目優勝しました。優勝も優勝しました、完璧じゃん。リーグ優勝してカップ戦優勝して、 ACL の出場権はフィリピンは持ってない。持ってなくて予選出たんですよ、下のチームは3試合ぐらい来なかったりしてるんですよ。日本のチームは分かんないですけど、分かんないだろうけど、本戦に向けた ACL の予選会には出たと、出ました。シンガポールのチャンピオンと試合して勝って、その次にオーストラリアのブリズベンローア、ブリズベンローアと試合したんです。普通に強いとこじゃない、そんな、普通に強いとこです。6-0負けっす。あっす、オーストラリア強かった。強かったっす。しょうがない、それは。ちょっと強かったっす。しょうがない。すげえいい経験だね。それででも ACL には出場できなかったけど、本戦までは行けなかったけど、予選2試合戦って、負けて、まあでもそこから AFC カップ。AFC カップにもあったっす。AFC カップではどうだった？AFC カップではベスト4。3位。自分たちの他にフィリピン流から出たセルスネグロスっていうチームが優勝したんですよ、その大会。それ 2位のチームってことですか？自分たちが優勝した2枠で、2枠で出たチームが優勝したんですよ。もし準決勝でシンガポールのチームが、ホームで引き分けて、アウェーでも引き分けて、延長で負けたんですよ、その試合勝ってればフィリピンでした、決勝の AFC カップ。めっちゃ熱かったんですよ。それ熱いね。めっちゃ熱かったんですよ、その時の大会。でもまあ自分たち負けたから何も言えないですけど、楽しかったです、AFC カップ。いや、それはすごいいい経験だよね。アジアの、日本以外の国、東南アジアのチームとかでプレーするってなった時に、やっぱ一つ目標というか目安になるのがそういう ACL だったり AFC カップに出ることですごいステータスじゃん、それをね、がっつり経験できてる、いいよね。運よく国際大会にちゃんと出れるチームだったんで、なんかシンガポールカップが招待されて出れるようなチームだったんですよ。いいね。すごい良かったっすよ。いいね。フィリピンでは、グローバル FC のみでプレーして3年間、3年間プレーしたっていうことで、でその中でリーグ優勝、カップ戦優勝、リーグ MVP、ACL 予選出場で AFC カップベスト4、シンガポールカップ準優勝。その間さ、フィリピン代表にも入ってた。そうなんですよ。いつ入ったの？自分が MVP になった年に、爆発的な結果を出したと、シーズンの終わった後に鈴木カップ、東南アジア選手権、それにどうしても出したいから、フィリピン代表に招集したいから来てくれみたいな感じで言われて、その時点でハーフだけど、ヒカルは日本のパスポートしか持ってないんだよね。日本のパスポートしか持ってなかったんですよ。それを、まあ、フィリピンサッカー協会の人たちと、まあ、一緒に手伝ってもらいながらやって、まあ、難なく取れたんで、権利はあったんで、パスポートを取得できる。それをただ申請するだけだった。もともと持っててもいい状況。まあそうだよね、だってお母さんがフィリピン人なわけだしさ、タイ代表、インドネシア代表、シンガポール代表、この3チームと全試合ちゃんと出してもらって、めっちゃいい経験でした。タイ代表と試合しましたから、素晴らしいね。でそこでの結果というか、そこでの結果は2引き分け1敗っす。まあそんないい結果は出なかった。いい結果は出なかったっす。まあでも国の代表としてね、代表まだ1点しか取ってます。キャップ数は何試合出たの？10試合出てます。10試合で1得点、はい。いやでもすごいよ。 A 代表でもちょっと違いますよね。
で今はちょっと呼ばれてないんだもんね。そうですね。ここなどんぐらい呼ばれてないの？もう1年になるんじゃないですか。やっぱ自分と同じような選手が多いんで、ハーフで、いい選手いたら、あいつ資格あるなみたいな、あいつ持ってる、あいつモテるなみたいな、呼べるな今もうどんどん増えてますからね。とりあえずじゃあフィリピン時代の充実した3年間の話、はい、この辺で切るんですか、この辺で、フィリピン時代の話終わって、その後タイだよね、タイだよね、はい、峯岸ひかるフィリピン編この辺で、はい、バイバーイ、バイバーイ。